黒い家って、この辺ではかなり有名なんですよ。あの日も、てめえはほんとバカだな、と火のついたような怒鳴り声が聞こえていた、ギャー、とか、あー、とかお子さんが激しく泣きわめいている声が聞こえてくるので、うちの子は怖がっていたんです。近隣住民、画像。富川アナの自宅を訪ねる警察官小池百合子都知事がゴールデンウィークのステイホームを呼びかけていた5月3日日曜日の午前1時ごろ、都内のとある閑静な高級住宅街の一軒家に警察官と児童相談所職員が駆けつけるトラブルが発生したことが分かった。この黒い家の主は、テレビ朝日の報道番組、報道ステーションのメインキャスターを務める富川雄太アナウンサー、43だ。